曲家、民謡研究家ダニエル・アロニアス・ロブレスが1913年に作曲しました。インカ帝国の王女を主人公にしたオペレッタのために作曲されたもので、そのメロディーはロブレス自らが採取したアンデス地方の民族音楽がベースになっています。Thank you.
遠い北の空の下、我がふるさとよ、今頃はリンゴの花が咲く頃か、里の明かりの暖かさ、ふるさと津軽懐かしや、忘れられるか今もなお。